して写った写真も授業中にこそり交換したメモ書きもいつか大人になった時に懐かしく思うのかな思うのかな朝が覚めた時なんであんなに大笑いしたのかわからないようなそんなくだらないほんとくだらないことで涙出るほど笑ってたよね笑顔が焼き付いてるいつもと同じ教室なのにいつもと何かが違うのはきっと今ここに合わせて今日で最後だから誰お願い違うよ止まって私なら大人になるのが怖いかこの水色の日々が色あ怖いのだからいつでも思い出せるように焼き付けたいの今日だけは泣いたっていいでしょういつも怖いあの先生が今日はなぜか優しかったのに嫌いだったくなすね今が今日はなぜか嫌いじゃなかったり今になって全部輝いて見える本当にこのまま終わっちゃうのもう簡単には会えないの今日までの当たり前がもう下にはないんだって分かったつもりでいたけれどやっぱり笑顔だけじゃ終われなくてお願い違うよ止まって私まだ伝えなきゃいけない言葉気持ち言われる何言うかなだからもう少しだけでいい私まだ大人になるのが怖いからこの水色の日々が色あせるのが怖いのだからいつでも思い出せるように焼き付けたいの今日だけは泣いたっていいでしょう焼き付ける最高の水色